さあ出てこいよ、闇の魔法を使う者よ。確かプリキュアに敗れ、俺のおかげだよ。俺はラブ、お前を復活させてやったのさ。ドクロクシーとかいるやつに変わってな。何？ドクロクシー様を？プリキュアに倒されちゃったよ。なんだと？悔しいだろう。なあ、あの邪魔なプリキュア、どうしてくれない？いつかこのガメッツに任せよ。お前たち、プリキュアはどこだ？教えるのだ。教えないと、お前たちまとめて。私たちはここよ。強くなってる。その通り。この魔法戦士ガメッツ、さらなるパワーを手に入れたのだ。そりゃあ、そりゃあ、まだまだ終わりや。見た、我の力を。プリキュア、さらピンクタルマリン。いや、
お仕事よ。おえー、お洋服のデザイン、ワクワクもんだ。だからみすずちゃんとってもおしゃれなのね。特にその帽子がかわいいもん。あ、今ぬいぐるみが喋った。いや、今喋ったのは私も。帽子すごく、ね、やっぱり、はい、今のは私もふ。ほんと、もふらもふ、よろしくもふ。よろしくね。あ、そういえばモデルさんを探してるって。そうなの。今度私が作った洋服のファッションショーを開こうと思ってるんだけど、このワンピースを着てくれるモデルさんがなかなかいなくて。わー、かわいい。できたら明るくて元気な子に着てもらいたいなって。そっか、明るくて元気なお友達はいっぱいいるけど、でもみんなにはちょっと大きすぎる感じよね。奴らが夢中になっているあのワンピースを使えば、
もうあの子たち何なの？せっかくこのワンピースを着せてあげるって言ってるのに。みすずちゃん！みすずちゃん元気出して、ファッションショー頑張ってやりましょう。もういい。どうして？だってこれを着る人がいないんだよ。一生懸命作ったのに、かわいそうなワンピース。はい。みすずちゃん、私それはちょっと違うと思うな。未来？何が違うっていうの？そのワンピースとっても可愛いし、みすずちゃんが大切に思ってるのはすごくわかるよ。でもみすずちゃんワンピースのことしか考えてないんだもん。考えちゃいけないの？あ、そうじゃなくて、ワンピースと同じようにそれを着る人が笑顔になることも大切なんじゃないかな。笑顔になること？うん、私のお母さんね、アクセサリーのお店をやってるんだけど、お客さんにぴったりのアクセサリーを選んであげて、お客さんが喜んで笑顔になった時が何よりも嬉しいって言ってたの。あ、この帽子。この帽子、私のママが作ってくれたの。手作りなの？すごい！私のママは私のためにいっぱい洋服を作ってくれて、それが私すごく嬉しくて、だから私もいつか洋服を作って人を喜ばせたいなって。だからファッションデザイナーになりたいのね。うん、私間違ってたよ。洋服はみんなを喜ばせるもの。洋服でみんなを笑顔にしないとね。うん、笑顔は大事魔法。え、笑顔は大事魔法。笑顔なんて何の意味がある？大事なのは力、全てを圧倒するこのパワーだ。あなた、また来たのね。わー、すごい。そのファッション何？なんだ。うわー、みすずちゃん近づいちゃダメ。よく見せて。なるほど、亀の甲羅のデザインね。危ないから離れて。とっても素敵よ。もうそうだろ。あ、前も見せて。うん、どうだ。最高。ねえ、これをデザインしたのは誰？いろいろ話を聞かせて。これはだな、話してる場合ではないわ。もう我が欲しいのはこのカバンとこのワンピースだ。みすずちゃん、ダメ、それを返して。返しなさい。どうしても返して欲しくば、自分の力で取り返してみよう。待ちなさい、私のワンピースが。大丈夫、私たちが絶対取り返すから。みすずちゃんは安全なところへ逃げて。うん、みんな。どうしたじゃないだろう。そんなものを奪ってプリキュアを倒せるのか？我の作戦である。何？作戦その1、これを使ってプリキュアをおびき寄せ。おお。作戦その2、これらに我が闇の魔法をかけ。魔法をかけ？おっとっと、あとは見てのお楽しみ。今回は期待できそうだな。さあプリキュア、早く来るのだ。ワンピースはここだ、プリキュア。どうしたプリキュア？プリキュア、なぜ来ない？なるほど。我は可愛いか？
ませんか。いや、いたわ、返しなさい。作戦その1、成功だ。キュアブラパパルビー、魔法キュアブラパパエメラルド、ミラクルマジカルジュエリーレ、エリーチェファンファンフラワーレ、二人の奇跡キュアミラクル、二人の魔法キュアマジカル、あまねく命の祝福をキュアフェリーチ、魔法使いプリキュア、今度は赤いプリキュアだな。さあ、そのカバンとワンピースを返して。断る。それはミスズちゃんの夢が詰まった大切なものだぞ。ならばなおさら面白い。面白いってどういうことよ。それはな、こいつらを我が闇の魔法で。
プリキュア、ルビーファッショナブル、よくばーい。やったね。よくばるがやられた。こうなったら我が相手だ。なかなかやるではないか。だが我の本当の力はこんなものではない。なんだか雰囲気が変わったみたい。気をつけてミラクル。うん、じゃあ平気な顔をしていられるのもそこまでだ。私たちを
だな。ファッションショー、ファッションショー、いよいよ今日だね、みすずちゃんのファッションショー。うん、あのワンピースのモデルさん見つかったのかしら。みんな、みすずちゃん、ここにいたのね。あ、ねえみすずちゃん、今日のファッションショーもちろんやるわよ。でもその前に、はい、みらいちゃん、そしてはい、りこちゃん、で、はい、はーちゃん。これはみんなが喜ぶ笑顔が見たくてね。え、私たちに？うん、ワンピースを守ってくれて、そして着る人の気持ちが大切だって教えてもらったお礼。みすずちゃん、ありがとう。嬉しいわ。ねえ、似合う似合う。あ、そしてこれは、はい、モフル。わー、嬉しいモフ。あ、やっぱりみすずちゃん、ありがとうモフ。どういたしまして。それでね、みんなに一つお願いがあるんだけど。なになに？何でも言って。みんなに今日のファッションショーに出てほしいの。そんなのお安い御用だよ。で、ファッションショーに私たちが出る？うん、そのワンピースを着てさ、いいでしょ。ということはモデルデビュー？すっごい、出る出る、喜んで。ありがとう。みんなもミライちゃんたちのファッションショー楽しみにしててね。さーて、かわいいワンピースを着て素敵なファッションショー、ワクワクもんだ。マフー、海より美味しいの。マフリー、みんな大きな声で応援してくれてどうもありがとう。矢野さんにも素敵なお洋服作ってもらったんだ。よかったね。モデルデビュー頑張ってね。では、それでは今度はみんな一緒にダンスを踊りたいと思います。その場所に立ってください。さあ、後ろの方にいるお友達も一緒にやってね。さあ、ブルーシートの上にいるお友達もみんな立てたかな。お父さんお母さんにはぶつかってね。